いや強えな。えっはははははえハンドガン、えちょ待って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 減ってるかもね。あれジョンウィック、ちょっと待って、やばいでしょやっぱハンドガンこれ。1231待って当たんね。123はいこんにちはグリードです。COD のねタイ出張から帰ってまいりました。なぜタイなのかっていうところで、まあ、僕もわからん。まあなんかいろんな大人の理由があったらしいんですけど、まあ今年から COD がタイでも発売されるようになるとか、オーストラリアとかタイとか、あと日本以外の国もそのタイのスタジオから公式配信を今回したんですよね。まあそれらの理由があったんじゃないかなと思います。まあ僕 COD の出張でいろんなとこ行ったんですよ。ヨーロッパ、アメリカとかね。アメリカもほんといろんなとこ行きました。だけど東南アジア系は今回で初めてで、まあかなり面白い経験になりましたね。やっぱりタイってまだどうしてでもインフラが整ってなくて、水道水も飲んだりできなかったり、あとね電線がねもうすごかったんですよ。ネズミがね電線かじって止まることもあるらしくて、でその切れた電線を取るんじゃなくてそのまま継ぎ足していくっていう、結果的になんかねもうすごい焼きそばみたいな電線になってたりとかしてね。あと屋台すごかったっすね。冷蔵庫とかないから生肉がそのまま吊るされてるんですけどね、どう見ても変色してるというか、もうゾンビ肉と化してるようなお肉が吊るされてて、まあ今回そのタイの屋台には挑戦する勇気はなかったんですけど、まあねいろいろご飯は食べて、カレーはやっぱ美味しかったっすね。そんな感じで今日からねため撮りではなく動画をしっかり撮っていこうと思います。今日はね、この COR45 ハンドガンの1個目ですね。いや、これがね、やば。いや、これ結構ぶっ壊れてると思うんですけど、その威力減衰がなくて、なんか全距離3発のような気がします。映画のジョン・ウィックみたいにハンドガンで無双できるんですよ、これ使うと。ちょっとね、今日はこちらを使ってやっていこうと思います。よーし。ま、この武器のすごいところは、その遠距離が3発ってところだから、果たしてこのラストで見せられるでしょうか。どうですかどうですか今のどうですか。あ、これあ、これだよ、これこれ威力減衰がほぼないこの3発キル、こうしてよしラスマーグいってますね。なんかモダン3製品版からねマガジンが最後になった途端叫ぶようになりましたね、おそらく。もう一枚 ?OK! これ、後ろいるわ。そこいる。待って、後ろ。おおちょっとなんか今作ね、最後のオーバーキルベストっていうやつをつけると、ハンドガンっていうね、サブアームを2つつけることもできるらしいんだよね。中にいる。決勝狙って。リロードまでいるよ。うおジョン・ウィックだあの瞬間だけジョン・ウィックになってました。右角。あ、これジャンプ打ちで。フラッシュそこ角。あった。いいフラグ、いいフラグ。ピンではなかったですけど。前は空いてるよ。よし、ヘッシュ入ればこっちのもん。まだいる。これまだ来るぞ、これ。これまだいる。え、まあ、やばい。まだアルファ。え、これまだアルファ。あと C 側だね、これ。え、アドバンス UAB 出た。ハンドガンで。マジかよ。で、正面。これ来るから、これ頭なし使おうか。どうだしいよ、いいよ、いいよ。これ頭しっかり使って。しっかり使っていくよ。オッケー。いいスタンだ。しかし、こっちには弾、拡張マガジンがある。いいよ、耐えて耐えて。そろそろフラグが厳しいと思うから別のところに移動する。完璧ですね。よっしゃー。全部つけてきました。もうこれならもう最強。多分、遠距離倒せると思うんだよな、これだったら。もうとにかくね、ブレを減らして、射程伸ばして、おっと？あ、でも待ってよ。射程伸ばす必要あんのかな。今気づいたんだけど。もし、威力減衰がないのであれば、別に射程を伸ばそうが伸ばさないが、もしかしてだけど、ん？よし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 。よしよしよし。よしいる。オッケー。からの？左いますね。これやるじゃん？一回来てる。弾がない。50。カバーしてあげて。ここもやってあげて。でそろそろ後ろ来そうかなと思ったけど、来てない。なるほど。中央したか。オッケー。まだいるね。うわあ。うん、これあれっすね。射程伸ばさなくていいっす。もう一人いないか。ああ、はあ、なるほど。まあ、ストックはあってもなくてもいいけど、まあ、あった方がブレは減るね。銃の。うわー、ミスった。恐ろしく早すぎるし、下打ち。押し打ちも当たるんだよね。おお、これでさ、ジョン・ウィックのコラボバンドル来たら最高だね。ここスナイパーいるんだよ、さっきから。うおー！マジかよ、今の。うわー、やば。負けちゃったけど。28キル負けたけど。めちゃくちゃ楽しい。気分は完全にジョン・ウィック。十分すげえ強いんだけど、正直、まあね、皆さんね、ご想像の通り、普通の武器使った方がいい。もちろん。もちろん普通の武器使った方がキルできるから、まあでもこう、ハンドガンだけでも楽しめるっていうね、そういう遊び方の幅が広がってるって言ったらいいのかな。多分弱体化とか別にされない気がするな、これぐらいだったら。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はね、このハンドガンを使ってプレイしていきましたけども、皆さんも使ってみてください。それでは、今日の動画もチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。すごくね、モチベーションになるのでね、お願いします。お疲れ様です。